やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。終電後の新宿でございます。それはゆっくり歩こうかなと思っております。まあ、どういう配信かと言いますと、まあ、ラボにサウナが何個かついてるところがあって、でそれ入ってみたいなってちょっと前から思ってたから、で今サウナ入れてて、これマックスで、で錦糸町周りいつも慣れてるとかだとちょっとバラエティに欠けるから、まあ、配信もできちゃうし、ラブホのサウナ行っちゃおうみたいな感じでございます。こっちの方って龍が如くで映るのかな。ここら辺からはまあザ・龍の如くよね。あのドン・キホーテも龍が如くで映るでしょ。あのクラブはこの時間でも混んでるな。あれが有名なクラブなんだよ。もう夜通しやってる。氷確保。バカデカ氷を手に入れました。2個ぐらい買った方が良かったかな。まだ足りでしょ、大丈夫でしょ。これはね、ホテル JMX。 ここのホテルに10室ぐらいサウナがついてるらしい。その中の比較的回線のいい部屋を取ってもらったので、そこでサウナをちょっと楽しみたいと思います。それでは今日私が使わせていただく、ラブホテルのルームツアー行かせていただきます。場所によって回線が悪いと思うのでちょっと手前から行かせていただきます。玄関あのようになっております。玄関、あ、こっちダメなんだ。逆にこっちがいいんだ。あ、なるほどなるほど、こっちじゃないといけないんだ。へえ。玄関の方行っちゃいかんわ。鏡があるのやばくね、ここに。エロ、この鏡めっちゃエロいな。テレビはこんな感じであって、で注目のお風呂ですね。でサウナがこんな感じ。ここ回線大丈夫かな。ほらこんな感じ。すげえ本格的だな、見て。すごくないこれ。俺感動してるんだけど、これマジかと思って。やばくない。これが風呂、こちらがお風呂になります。ここ回線大丈夫かな。いや全然ありだな、ラブフォアサウナ。一人だしな。ほらほらほら、え、ロウリュウいける。いやでもちょっとロウリュウちょっと聞いてないと分かんないな。なんかこんな感じ。よし、それではすいません、ちょっとお着替えタイム行かせていただきます。ここからはちょっと当たり前だけどね、ラブフォの配信お着替えタイム。皆さん、何を言いたいか分かりますよね。どういうことでしょうか。僕が何を言ってるか分かりますか。男性諸君なら分かるでしょう。こういうコンテンツが無料だと思っちゃいけない。こういうコンテンツが無料だと思っちゃいけない。皆さん、右上のサブッキンが、鏡がそこら辺じゃないから、マジ映ってんやな。これ一回、なんかね、次番になったら終わるぞ、ほんとに。ちょっと団地区が、団地区わかる？団地区が OK か NG かちょっと聞き忘れて、今日はちょっと上向きます。団地区で。ほんとに、ほんとに、ラブホの格好じゃないな。ラブホの格好じゃなさすぎるでしょ、これ。いいのか、これ。湘南の男や。水風呂の準備に移らせていただこうと思っております。まずは普通に水飲みます。いっちゃんもいっちゃんキンキンの水。はい、当ホテルは軟水を使用しています。ホットかよ。これ軟水だったらマジで神なんだけど。軟水ほんまか、えらいことだぞ。もうサウナ、ラブホとしてじゃなくてサウナとしての方が活用的にあるけど、軟水だとしたら。日本はそもそもこうな、あ、そうなんだ。じゃあ何だったんだ、あの売り文句は。売り文句っぽく書くな。エッチな上がり見たい。エッチな上がり。もう下品な色はないから、そんなのこれで十分なのよ。下品な色にはさせません。ピンクなんてそんな無粋なものはないから。
何これ一人でなんだこりゃやっべえや過去一やばいこの配信はやば何してんだろあ、多分俺今日の配信すぐあるよ。俺サウナ入った後何も考えないで寝たいから。俺今日ここ宿泊で当たり前だけど撮ってるから、こっからの休憩ってないからさ。明日の2時まで俺ここ行きたいんだわ。爆睡決めるから、映画見てここで。4番手呼びません。そういうの、ダメよ配信者そういうの冗談でも言っちゃダメなんだから。今だけやっぱそうやってさ、ガバオ。はい、これはサウナコーチングですね。まずサウナに入ります。6分から12分の間。これは個人に差があります。個人に差があって、心拍が普段の倍ぐらいになったら上がるイメージ。はい、サウナで心拍が倍になったら上がって、もうなるだけ早く水風呂に入ります。今日は、なんでラブホのサウナがいいかっていうと、普段の、いつも行くサウナだったら、水風呂に入るときに、やっぱり、その、マナー的に水をかぶって汗を流したりしないといけないんだけど、もう、僕だけのお風呂なんで、そのままジャボンと入るわけよ。もう、ジャボンと入ります。水風呂に。で、もう、キンキンに冷えた風呂よ。で、もうね、なんて言うんだろう、不思議な感覚なんだよね。体全体熱くなってたんだけど、キンキンに冷えた水の中に入って、冷たいんだけど寒くはないの。体の深部の方はあったかくて皮膚が冷たい。なんか不思議な感覚に陥って、で、その後すぐにサウナに入っちゃう人がいるんだけど、その後トリップの時間がない。トリップする時間っていうのは一番気持ちいいのは水風呂入る時でもサウナに入る時でもなくて、その後する外気浴って言って外でする10分間休憩、うん、その時に気持ちいい感覚、なんかとんなんかあのね、わかりやすく言うとお酒を飲んでさ、いっちゃん気持ちいい時あるべ。もう明日絶対これ二日酔いだわ。でも今気持ちいい。もう記憶もグラングランでわけわかんない。でもうわーみたいなと一瞬あるじゃん。あれの 1.5 倍の快楽ぐらい。うわー。あー気持ちいい。俺の普段の頭って重いんだなっていう感じになる。頭が重くて普段首がちゃんと支えてくれてんだなって。もう感覚がふわーっとしてるから、頭を支えるのが重いのよ、こうやって。で、それが、ワンセット。それがワンセット。サウナ、水風呂、外気浴がワンセット。で、それを3セット繰り返します。3セット。まあ、これ2でも3でも4でも入る人いるんだけど、俺は3とか2にしてるね。初めてサウナに入ったのは1年半ぐらい前。茶道っていうサウナの番組を見て、ああ、なんか、サウナでトリップするってこういう感覚なんだ。っていうのを、ドラマだとすごいわかりやすく映像で表されてんの。あ、トリップってこんな感じなんだって。だからそういうマインドを持ってきるんだね。あ、そうなりに行こうと思ってサウナに行くと飛べます。なんか、サウナ疑ってサウナに入ると飛べない。サウナを信じる。マジ飛びできるから。でも、まあ、その飛び度があって、そのラブホのホテルがどんぐらいなのかちょっとわかんない。はい、いやちょっとそろそろ行ってみようかな。待って、おしっこ行ってくるわ。で、水風呂ちょっと作らして、氷を投入いたします。よっ、はいっしょー。おっ、あ、でも落ちてこれはじゃん。いやちょっとこっからはもう俺だけの世界に入るんで、まずは6分から12分の間でこのサウナを適切な時間、ちょっとサウナ入ってきます。ラブホサウナ行ってきまーす。ラブサウナ、これなんだっけ ?J、なんだっけ、名前なんだっけ ?J レックス。忘れちゃった。Thank you.
こんな感じだ。ああ、いい発汗だ。悪くない。悪くない。悪くない。いやでもラブホについてる二人用のサウナならマジで十分十分の発汗がある。いい点はラブホのサウナだからマジで自由、ザ自由だし、水の分ぐらいも氷入れたら多分22、3はあるからまあ十分。自由ってのがほんとにないね。一人専用のサウナだもんこれ。問題点としてはサウナ自体小さくて、そのドア開けた時に熱気が若干逃げちゃうから、サウナに入った瞬間の暑さが若干低い。腰いくつですか？ 3.5。 2周目いきます。いや、ローリーすると全然違う。ああ、さっきまで80だったけど、ローリーしたら中の温度が90まで上がった。うわ、レビュー 3.8、 90まで上がってくれたら、うわ、めっちゃ汗かいた。いや、ゲマゲマ言うて俺サウナ連れてってんだけど、ジャス以外ハマんなかった。ジャスが俺よりハマってる。あいつ一人で行ってるからね、サウナ。俺とジャスのサウナめっちゃうるさいよ。なんかガヤガヤ喋ってるとかじゃなくて、うわぁ。うわぁ。うわぁ。ずっと、体洗う時から言ってる。第1回、スタミジャパンのサウナ会。結果といたしましては、整っていない。これは正直でありたい。残念ながら整いませんでした。原因は水風呂をもっとキンキンにしたい、サウナをもうちょっと熱くしたいか、湿度を上げたいところです。 JMX カッコラフを整わず星 3.5。 今日はスタミジャパンは寝ときます。うわぁ、マジでちゃんとしたサウナ来たかったな。次回のサウナ配信というか外配信をお待ちください。お疲れ様でした。あ、おやすみみんな。なんだかんだもう3時だから、こんな時間に見てくれてありがとう。それでは皆さん、さようなら。